黄河上流の主人公はチベット族。黄河を渡る風にはためくタルチョーは、いわゆるラマ教を信じるチベット族の信仰の証だ。青海省の源から発した黄河は、やがて険しい山岳地帯に入る。チベット族が神の山と崇めるアムネマチンがそびえている。